シリーズ最終戦を迎えました広島サンプラザです。ジュニアのファンにとっては非常に嬉しいスーパージュニア3大シングルマッチというのが組まれました。この中にはですね、シングルとそしてタッグ3人のチャンピオンが含まれているわけなんですが、ベルトを持っていない者にとってはこの戦いに勝つことが何よりものアピールということになります。注目の名勝負の呼び声高い重心サンダーラーガー対大谷慎二郎の戦いもあります。じっくりとご覧ください。今日の試合一つに限って見てもですね、入場は非常になんかエキサイトしてましたよね。そうですね、あんまりやってくないよ、やってほしくないような、はい、椅子なんか持ち出してね、あんまり好きじゃないですね僕は。あ、そういう意味では非常に何をしてくるかわからないのがこの剣道家臣ということになります。さあ、先ほどはこのマスクに一瞬手をかけられまして、さあひょっとするとマスクの下の表情は非常に怒りに満ちていたのかもしれませんが、さあここは家臣らしい入り方でまだまた腕引きの体勢に入ろうというところ。さあ腕が離れた、腕が離れた。さあ一気に伸ばしてしまうか。サードロープに足がかかりました、ドクトル・ワグナージュニアです。立ち上がった家臣がまたストンピング、一発二発と持っていきます。現在 IWGP ジュニアシングルのベルトを持っているのが重心サンダーライガー、そしてタッグのベルトを持っているのが大谷高岩組ということになりますが、ああいうところはね、はい、本当雑ですよね、家臣はね今のところ、さあここも家臣が捕らえられました。さあコーナーのところに足をかけた家臣ですが、くるりと1回転。さあワグナージュニアは今度はトップロープに、ニュートラルコーナートップロープに家臣を座らせておいて、どうするか。千葉さん、はい、今のは DDT ですか。そうですね、流れ式になりましたね。やっぱりワグナーマン日本に来てワグナーレパートリーがますます増えたんじゃないですかね。さあさらにはバリープレス、カウント2、カウント2。スーパージュニア3大シングルマッチ、さあその第1弾であります、ドクトル・ワグナージュニア対剣道家臣。さあもう一度行こうというワグナージュニアですが、しかしそこに墓穴か、腕が捉えられます。しかしここもまたニアロープに救われましたワグナージュニア。マスター、いやー2回3回とですね、このさすがに嬉しいにピンチの場面が続いてますね。そうですね、うまくここで逃げられるといいんですけどね、はい、流れはちょっとね、ワグナーの方ですね。あ、ワグナーの方ですか。ビディボーン、これまたカウント2。まあワグナーのね得意な、なんだっけ、道のくドライバー2、あれ、完全にからこの技をマスターしてますからね。おっと、ここは多分丸め込んだ家臣が、今度はカウントこれも2、カウント2。この逆を狙ってね、嬉しいね、行くとね、はい、カシンのね、まさに行きそうですよ、そういうチャンスあると思うんですけど、まずは一発目道のくドライバー2、決まった一発で